おいっす、キロンです。韓国版にてアーチャーの覚醒新クラスフレッチャーが実装されました。ということで今回は第1弾、フレッチャーのスキル性能をしっかり見ていこうの回となります。明日第2弾ではコンボや闘技場、PVE の様子をお伝えしようと思いますので、濃密なボリュームとなるこの2日、お楽しみください。それでは早速、行ってみよう。一つ目のスキルは PVE 用に使うやつ。まあ、6秒に2回と結構優秀な感じ。射程はこんなもんですね。はい。で、まあ、発生も早いんで、まあ、めちゃめちゃ狩り性能はいいという感じですね。二つ目のスキルは死神の疾風のイメージのようなスキル。敵に気絶を与えるスーパーアーマーのスキルですね。最大使用回数が1増えて、5秒に4スタックというものになるので、まんま死神の疾風っていうような感じ。射程がめちゃくちゃ長く感じるんですよ。これ当たるんですよね。すごくないですか？ただ、一つ欠点があって、死神の疾風は射程内であれば逃げている敵に必中するんですけども、これはね、必中しません。という欠点が一つあります。でも、回避を使えば、こういったとんでもない距離感を、こういけるんで、めちゃめちゃ射程は長いんで、まあ、そういう意味ではすごい強いですね。GVG とかどこでももう使えそう。三つ目のスキル。これね、めちゃめちゃ強いです。見てほしいのが、まずはダメージ倍率。PVP のダメージ倍率でも、1560% ありますと。なのに、ジャンプ中は無敵で、攻撃してる間はスーパーアーマーでキャッチャー不可っていうものになってます。で、しかも、実際に使ってみると、この射程から撃って当たって、かつ、撃ってる間、めちゃめちゃ高く飛ぶので、あれですよね、高低差がある時って、高いところにいる敵に対して当てられるスキルってめっちゃ少ないんですよ。このゲームって。なので、疑似的な、無敵状態みたいなもんなんですよね。そう。な、一部スキルは確かに当たるんですけども、なかなか狙ってね、当てることも難しいので、まあ、ただただ強いスキルとなります。四つ目はノックバックのスキル。まあ、これ、ノックバック、唯一のノックバックなんで、まあ、コンボのダメージを伸ばすのであれば、これを入れるということになります。CT が2秒を減少して5秒に1回使える。で、1200% のアヒブがついてるやつ。まあ、ここまで見ると結構いいっちゃいいんですけども、フレッチャー、スキルの性質上、あんまりコンボっていうコンボはしないんですよね。モーションはこんな感じで、結構この射程でも当たらないので、もうこのぐらい近づかなきゃいけない。ここでやっと当たるっていうような感じになるんですよね。フレッチャーはね、この射程ではなかなか戦わないので、結果、闘技場とかでも入れてる人は少ないです。次のスキルは、闘技場でもスーパーアーマーのスキル。ノックダウンさせるやつですね。ただね、ちょっとね、溜めが長い。けども、6秒に2回という、まあ、スタックと CD 自体は優秀です。まあ、この射程で当たるので、まあ、GVG とかでもね、めちゃめちゃ強いこと予想されるんですけども、これ、一つ注意点があって、逃げている敵に対して使うと、溜めている時のタイミングに撃った、ところに行くんですよ。ちょっとやってみますか。動いている敵に対して撃つと、ほら、溜めたところに矢が行ってるの分かりましたでしょうか。狙ってる敵に撃つときは、右上もしくは左上のどちらか、まあ、進行方向ですよね。の方に向かって、スキルを撃つと、当たるということがあるので、まあ、闘技場をやる方はぜひこの小技ちょっと覚えておいてください。次もスーパーアーマーのスキル。まあ、闘技場では未適用です。ただね、これめちゃめちゃ強い。射程が、まあ、普通に長い上に、発生がとんでもなく早い。5秒に2回打てる2スタックのやつでダメージも申し分ない。実際使ってみると、この射程でスキルはヒットします。で、点灯する。で、しかも、連射することができるんで、こう。すごいですよね。これで 2400%。レベル1です。めちゃめちゃ強い。ハンターとかだと、こういうスキルはちょっと貯めたりとかしますよね。マルチアローとか。がないんで、マジ強いっすよ。そして、このスキルは射程内であれば必中するスキルとなってるので、まあ、逃げている敵に対しては、回避、疾風、みたいなやつでやるんじゃなくて、回避ピチュン。これで捕まえることがデフォになってくるんじゃないかな、なんて気がします。次は無敵のスキル。あれ？また無敵やんの？って思うんですけども、これも無敵あります。ただ、ハンターに比べて違うのが、7秒に1回、まあ、最小時間減少で7秒に1回になるんですけども、ハンターは回避ブラストショット1個で7秒に2回、2スタックあります。こっちは、11なので、まあ、回数としては同じっていうところですね。
性能の方も全然回避ブラストショットと違っていて、回避ブラストショットだったらこの射程でだったら、まあ、硬直がね、ヒットしてると思うんですけども、このキャラクターは硬直はこの距離ヒットしません。代わりに、一瞬でこの距離をバックします。まあ、早いですよね、めちゃめちゃ。で、一回近づいて、ゼロ距離だったら硬直が当たります。これで、当たりますね。という感じの違いがあります。ハコベは完全にネタスキル。ダメージも低いし、MP 消費のスキルだし、なんも、なんか敵をバウンドさせるっていうだけのスキル。実際使ってみると、まあこれなんですよ。まあ、スーパーアーマーがないし、ダメージも低いんで、まあ、なんも使い道ないっていう感じですね。強いて言えば、まあ、この、部族としての踊りとして、喜びを表す舞として使うのがいいのかなと。9個目のスキルが、まあ、とんでもないダメージの、スーパーアーマーのスキルとなっています。これ、見てもらうのが早くて、すげえ面白いスキルとなってるんですね。これ、スキル使用すると、弾を飛ばします。そして、爆発する。ただね、弾がね、めちゃめちゃ弾速が遅いんで、これ使い道としては、このスキルを使ってから違うスキルをまた速攻で使うという使い方をします。で、時間差攻撃みたいなことができるんで、まあ、ジブジーのところだって普通に使ってね、当てればいいんですけど、ラゴスのラストアタックとか、これを使って、ラストアタック、ちょっと取りやすくするっていうことも考えられるんじゃないかなって思います。で、まあ、あとは、これ、壁にぶつかると爆発するっていうスキルになってるんですね。壁かもしくは敵にぶつかると、爆発するというスキルになってます。これで爆発しましたね。敵に向かって。壁に着弾するとすぐ爆発します。というスキルになっている。最後のスキルはモンスター引き寄せして浮かすというスキル。まあ、PVE で使うようなスキルとなってます。で、進化効果の方に床生成するやつがありますので、まあ、ちょっとレベル上げてみます。そして覚えてみますと。で、使ってみると、まあ、こういうようなダメージエリアが生成されるというものになってます。まあ、PVE なんでね。まあ、こういうのがあると、どうなんだろうね。良かったりすんのかな。ま、実際なんかダメージ自体は、このダメージエリア自体のダメージ全然そんな大したことないんで、まあ、これが、まあ、影響するかどうかあんまよくわかんないですけど、まあ、引き寄せするというスキルなんで、ハドムとかでも強いものとなっています。そして回復は、ま、何の変哲もない、いつもの回復だと。で、最後、回避と闇精霊スキル見たいと思うんですけども、この職業の回避は、マジですごくて、ほら、スライディングなんですよね。もう、やばいでしょ。これ、ハンターだと、ローリングっつって、まあ、なかなかね、なんかの、ポジションを直すみたいなことはできないんですけども、これだとね、もう、本当にこう、素晴らしくこうスムーズにできるので、例えばですけども、戦場をね、戦場を、こう、こんな速い動きできますか？ハンターに。できない。が、可能だっていうのが、フレッチャーの、まあ、最大の特徴。あとは、先ほど紹介した通り、スキルの射程が本当に長いので、例えばですけども、この射程を保ったままずっとぶん殴ることができます。これがね、マジの強み。ちょっとやってみましょう。これで近づく、無敵で下がる、こう、横、こう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 、というような感じ。で、めちゃめちゃ敵が近づいてきたら、まあこれで逃げればいい。というような感じですね。それともう一つ、君、それやっちゃっていいのっていうのがあるんですけども、基本的に闇精霊スキルっていうのは、全クラス、この射程ですね、大体。大体この射程、まあ、届いてこの射程。だ、ほんと大体この射程なんですよ、マジで。これ以上長い闇精霊スキルっていうのは僕見たことないんですけども、この職業は、ここの射程で、ここかな？この射程でも当たります。ちょっと不安なんで、もうちょっと近づいていいですか？ここで当たります。もう確実に当たる。いきます。ほらやばいでしょ。で、闇精霊のダメージ。これ別に低くなってないんで、単に闇精霊スキルが長いっていう。そう。まあ、栄翔はちょっとあるので、ラゴスのラストアタックとかは、まあ、どうなんだろうっていうのはあるんですけども、ラゴスのラストアタックの方は、先ほど言った、遅延のスキル打った後にこれ速攻で打つだけで、まあ、疑似的に、その、闇精霊スキルよりも、バーストを出せるっていうような状況を作れそうな気がするので、方向ですよね。うん、絶対闇精霊スキルでバースト出ると思いますので、まあ、これで対応していければ、
全然いいんじゃないかなっていう気はしますね。まあ本当に楽しみなフレッチャー日本版が待ち遠しい。明日はコンボや闘技場 PVE の様子ガチ考察していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンスリート被った場合は火曜日が休みとなりますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。